お、こっちは、こっちは復活しておる。やったー。やったぞ。こっちも復活してくれたらいいのにな。80の33。眠い。おにゃ、ポチ。ポチ。よし、これで。にゃん、ただいまにゃん。レイさん、ただいまにゃん。これでコメントも見えるかな。いけるはず。よし。いくぞ、やるぞ。そうで、そうで、そうで、そうで。おっしゃー。一発できとるやつ。サッカーにしたりね、はい、毎日したりね、かい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 、やばい、できるかな、できるかな、頑張るぞ、あれそれ、うん、よいしょ、よいしょって、じゃあ行きますよ。ちょっと。果たして買って正解だったのかなって思いながら、まあ正解だったよねって思いながらなんかその辺を綺麗にしたいって思いつつ、この辺も綺麗にしたいんだけど、この辺を綺麗にするとこの辺で今作っているシステムを一部改変する必要があって、それはそれでめんどくさそうだなって思いながらどうしようかなって思って終わります。とはいえ軽いリフォームをしたい。私の猫会を、いろいろ作品がさ、どんどん作っていくからさ、作品をか作っていくから、それの置き場所とかなんかそういうの作りたいんだよね。よいしょ。出来上がる子たちのスペースが欲しいじゃん。そういうことよ。
オッケー。はい。よいしょー、できたー、できたー。できたよ、できたね。できたー、できたー、できできできたよー。できたー、できたー。できできできたよモスラーのメロディーラインですね、こちらね。急にモスラー出てきましたね、すいませんね。さっきはザンって出てきたですね。よしよし。じゃあちょっと切ったか。よいしょ。あ、ゴジラだった。そうよ、ゴジラよ。誰や、モスラ言うたん。痛い。ええんで。ということでね、いい感じに仕上がりました。いい感じに仕上がりましたんじゃ。ふむ、良きに計らい。大体ね、これがね、140センチぐらいのはずなんです。なので、こことここをこういい感じにして、よいしょ、こうでしょ。めっちゃ笑っとる。いいね、いいね。で、こうして、あん、あ、あ、さ、端っこ、端っこ。あ、かわいい。あ、あったかい。はぁ、あ。はぁ、言うとるわ。よいしょ。それでいい。これをこうちょっとカリカリして、ここのさ、ここをなんかさ、まあそれこそスナップボタンとかつけたら手っ取り早いんだろうけど、そういうのをつけずに、なんかそういうのをつけずにしたいわけ。スカートとして使いたいわけ。わかる？こういう感じで、ここだけ、ここだけピッて止めたいの。ここにピッて止めれる、なんかおしゃれなものがあればいいわけ。わかる？うん。痛い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 。ふにゃーん。ちょっと待ってね、もう遊んでるから。猫今ちょっと遊ぶのに忙しいから。猫はね、遊ぶのと寝るのに忙しい子だから。んで、ここ、うん、挟めないかな。やっぱり弱いか。こっちじゃなくて、うん、あー、1個だったらいけるのか。あ、そうか、ここをこうして、ここをこうして、ね、こっちの生地を、こっちの生地をこうしてくっつかませれば、あー、でも膝を上げるとダメか。本来の使用用途とは違う用途で、あ、なんかすごい今ヌンチャクみたいになった。
今すごいヌンチャクみたいなつってボーンっつってんで、ここ、こんな感じで。まずいわ。まずいわ。まずいわ。だとすると、どうしようかな。大丈夫やな。今この子をどうやってスカートにするかっていうのを考えていく。さ、こうして、これで、あ、これでもいいな。ワンちゃん、これでもいいな。パンツ、黒いパンツパーンって履いて、うん。なんかこれでもありだね。なんか面白い。面白いファッションになった気がする。まあ、ということで、はい。なんか、そんな感じです。大体そういう感じ。ヤグマンゴ日和。ということで、一旦この子はね、直します。一旦この子は直します。畳みます。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。こっちですね。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。みんな、まあ、この痛みの部分から待ってな。よいしょよいしょ。いや、いいね。いい感じのが焼き上がったね。嬉しいね。よし。これで私、肩周りがとてもちゃんとあったかくなる。あったかくなるし、膝掛けもできるし、完璧じゃん。んで、いただいたものは、同じに直しといて。よいしょ。あと20分ある。そう。この20分で私はタオルができるのか。そっか、失礼。あら、ああ、こいつバカなの？おバカさんなんですか、あなた。おばあちゃんですね。一週前に置いてたものを忘れちゃうなんて、おばあちゃんですね。結局、メジャー取り忘れてるやないかい。メジャー。何人だ、メジャー。33のね。80センチなんだって、タオルって。これ横幅が33なの。横幅が33。だいたいここまでですね。で、ここまでで80センチらしいんですよね。ちょっと待って。さっきの子が、まあ、せっかく測ったのに、30がだいたいここ、33だからだいたいここに切り込みを入れておきまして、で、ここから80センチ必要なんですよ。80センチを測るのはしんどいので、まあ、80センチ測ればいいか、測れるんだったら。80どこや、80こ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 こや、だいたいここや、ここの、ここや、ここ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 、よいしょ、こっち。あ、切っちゃいけないところ切らないでください。はい。というわけでですね。33と80が見れたので、これで切っていきます。切っていきますよ。本当に大丈夫？なんか若干私ミスってない？何かを若干ミスっている気がするよ。
ねえ、ちゃんと合ってなかった。ちゃんと合ってなかった。危ない危ない。ちゃんと合わせようね。ちゃんと合わせよう。むずいぞ。この布団の上で全て終わらせないといけないという状況。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いけるのか。できるのか。ハサミ、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 ハサミ。一旦縫い作業に入れば早いはずなんだ。早いはずなんだ。どこでした？終わりそこですね。終わりここですね。はい。終わりそこで、ここが今始まりですね。はーい。行こう。あと3分の1。あ、机に肉球が当たってずれた。OK。これで、まあ縦の部分が切れたので、横の部分を攻めていきます。おお、神。すごくない？すごくない？ちゃんと切れた。ちょっと表と裏若干あるかもしれないけど、ちゃんと切れた。すごーい。でね、布はまだたっぷりあるんでね。これをね、よいしょよいしょとね、マスクとしてね、使っていく次第でございます。よいしょよいしょ。いや、1メートルあるとやっぱいろいろ遊べるよね。いいね、いいね。はい、ということでですね、これをですね、裏表にしてもいいんだけど、私、実はちょっとですね、マスクの技術ですね、中表という技術をですね、ちょっと遊んでみたいと思ってるわけですよ。中表とは何ぞっていう。中表とは何ぞっていう。ということでですね、ちょっと遊びます。ちょっと遊びます。パーパーパー。返し口という部分を開けてですね、オラオラオラって塗っていくわけでございます。あと何分残っておりまして、やだ、あと10分じゃない、ちょっと。間に合いそう間に合わなさそう。やだ、10分で私、紙幣ないの。怖いよ。てか、赤字のことを考えると、実質だと8分なんだよな。よいしょ。まあ、とりあえずやるか。やるぜ。行くぜ。おらおらおらって。よいしょ。はい。いけてるいけてる、オッケーオッケー、いけてるよ、いけてるよ、いい感じだよ。もう布団の上が生地の破片だらけだけどな。よいしょ。山猫襟を持って、山猫あ、
そうか、中表で入り表になったらね、ナイス。1分2分、ごめんよ、シャロン、ちょっとせかしてしまった、ごめんよ。こいつはね、糸切りバサミを使うということはなぜ覚えないんだろうか。こいつはバカなのかな。バカだよね、知ってる。よいしょよいしょ。これでですね、でこっちの生地の方がちょっと長いんで、こっちをね、表にしてね、攻めていきましょう。攻めていきましょう。行きましょう、行きましょう。シャロンよろしく。何か。ちょっと待って、その前に一回見たかった。なるほど。理論上こうなるのか。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、分かった。だからこの方法でスカートもいけるんだな。よし、よし、分かった。よし、行こうぞ。そうだよね、だから最後の縫い合わせがこうなればいいってことだもんね。教えちゃダメだにゃん。にゃんにゃん。よいしょ。よいしょ。とりあえずこれでこっちを塗っていきまして。とりあえずこんな感じでちょっとこれを返して、
で、ここが一応ちょっと広めに、あえて広めに撮りました。今回は実験なので。実験なので広めに返し口という部分を撮りました。よし。ここがいわゆる返事です。あ、24個さ、イギリスの番組にあるの。なんか1時間でミシンを使って何ができるかっていう、そういう番組がある。みんなすごいのよね。それでワンピース作ったりさ、スカート作ったりさ、なんかお洋服のおしゃれなパーツ作ったりしてんの。かっこいいって思ったよね。これでひっくり返していい感じになれば OK ってことにします。あ、赤字になってもった。これでここを元に、ここが返し口なんで、これでひっくり返すわけですよ。よいしょよいしょって、よいしょよいしょってひっくり返していきますと、よいしょ、おー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 、こういう感じになるんすよ。こういう感じになるんですよ。あ、いいじゃんね。結構可愛くない？可愛いにゃん。こうすると縫い目がほとんど見えない。あー、こういう感じになるんだ。そうだね、言ってしまえば枕カバーだね。え、可愛くない？できた。これで体拭けるあとここを線したら終わりです。ここの線はちょっとどうすればいいかな、わかんないけど、どうしたらいいんだろう。ここここだけ見えちゃうね。見えちゃうけど、まあでもとりあえずこんな感じです。理論的にはこんな感じです。やばい、もうねえ、超猫と遊んだ後みたいになってる。ほら、見える？見える？ということでね、お付き合いくださりまして誠にありがとうございます。最後までいてくださったくれさん、おきににゃん、あたり見てるよって言ってくださる方、おきににゃん、またにゃん、にゃー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